歴史が伝えるのはこのカードが特別であるということです。さあ両チームのメンバーがピッチに登場しました。天野がもらった、いいタイミングでもらった。アンデルソン・ロペスを狙った関川です。すぐ渡辺康太からの守備でボールダッシュ、二の上シュートー、こぼれた、またしてもアンデルソン・ロペス立ち上がりということで、はい、一本打っときたいんじゃないでしょうか、うん。どうしてもアンデルソン・ロペスの前にこぼしてしまいましたよね。浮いた天野の後ろから加藤も上がってきた、うん、クロスかシュートがヤンマテウス、得意の左を振りました。上田の頭、まだボックスをちょっと出ただけ、右足だ、うん、おー、高安キーパーいいくらしのぎました。ノーノです。渡辺選手一人が一番危ない選手をさっきからブロックして走らせないようにして、はい、上田の頭飛び込んでヘディングしてきた、これぞ鹿島、センターバックの頭から頭。オフサイドです。さあ中盤で奪って佐野が縦パススルーから鈴木優真から野々がいた、野々がいた、左足、佐野回収が本当にいい回収、もう一回右を縦入れた、うん、フリック、さあ名護抜けて探してあげた、あチャンス、ヘディング、こぼれ球、左鈴木優真、作りのところから少しね外で待っていて、でボールこぼれてきますからね、もう佐野選手が縦パス入れたところから一気にスイッチが入って、簡単なポイントですか。いやそうですね、なかなか今までの鹿島はここまでペナの中に人数を入れられずに得点奪えなかったんですけど、まあ1位にいる時とか優勝してた年っていうのはサイドバックも含めて、ここに天野、エドワルド、ナイスキーパーから打った、ゴール、またこぼれたか、どっち、オフサイド、いやしかしながら早川ナイスセーブでした、止めましたね今、スーパーセーブでしたね。いやスーパーセーブですよ、いやこれはすごいな、はい、この距離で山手です。左手より先に触ったのは名護です。シャブリッチ、クロスバー、無回転気味に狙ってきた、横にずれて木田が対応、最後で知念、名護が場所を開けた、後ろからノーノが来た、踏み込んでノーノ打った、そのスペースが生まれたと。これ後半30分じゃないですか、選手あそこスプリントできるのはすごいです、ですよね、そうですか、多分きついとは思うんですけど、多分きつい中シャブリッチはゴール前に入ってったの、飛び込んで面白いボールが来た、関川、関川セットプレーから鹿島追加点、3対1、シュート打たれて失点してしまっているので、はい、ないですね、オフサイドでも取り消されてますし、そうですね、正真正銘の面でしっかりと、はい、しっかり枠に飛ばしてますし、大きな1点になりましたね、セットプレーから大きいですね。上島サイドチェンジ、宮市カットインした、ゴール前上中が入ってきた、すごい、意地を見せる、いいサイドチェンジからいいクロスでした、でしたね、で上中やっぱここのボックス内に入ってくるとチャンスでやっぱ作り出しますし、
結果出しますよね。 ACL でも決めてましたよね。まだ分かんないですよね。加藤蓮です。水沼、木田のワンタッチ、ここで試合終了の笛が鳴りました。